理化学研究所オミックス基盤研究領域の伊藤と申します。本日はお呼びいただきましてありがとうございます、はい、本当に データベースの話じゃなくて本当に恐縮なんですが、ちょっとベタにウエットな話をさせていただこうと思います。ヘリスコープケージっていうのを我々開発して、この間先ほどボーナさん言われているようにゲノムリサーチの方に論文が載りました。で、今日はその論文の内容を中心にお話しさせていただきたいと思います。今日の内容ですけれども、最初になんでヘリスコープケージなのっていうのの前段階ですね。ちょっと概念的な話をさせていただいて、その後ヘリスコープ自体のご紹介。で、我々のもともと開発してきましたトラディショナルなケージっていう技術ですね。それを背景としてご紹介しまして、その後に我々が開発しましたヘリスコープケージというのをご紹介させていただきます。で、最後に簡単にですけれども、それをハイスループット化したところも簡単にご紹介させていただこうと思ってます。じゃあ最初にちょっと概念的な話をさせていただきます。次世代シーケンサーはもういろいろ出てきてまして、それぞれに得意不得意があります。で、それを使った解析法っていうのもなんか山のように出てきまして、どれをどう使ったらいいのかっていうのを悩むほどいっぱいあります。まあ、ゲノムでしたらデノボリシーケンス、それからターゲットリシーケンスですとかエクソンエンリッチとかいろいろあります。エピジェネティックスであればチップセックだの、メディップセックだの、バイサルファイトだの、もういろいろとウェットな技術ができてます。で、我々が一番中心にやってるトランスクリプトンですけれども、一番有名なやつはこの RNA シーケンスですね。で、その他に、一番簡単な方法で DGE っていう方法、1個のトランスクリプトから一部分だけ読む方法で、こちらにありますキャップアナリシスオブジーンエクスプレッション、我々が開発してきましたキャップを特異的に捕まえる方法があります。で、ここでちょっとシーケンシングの概念としてあまり考えられてないことについてちょっとご紹介したいと思うんですが、僕が個人的に考えているところですが、定性シーケンスと定量シーケンスというのがあります。定性シーケンスというのは、ゲノムを決めるですとかリシーケンスするですとか、とにかく塩基配列が決まればいい、だから深ければ深いほどいいっていうのが定性シーケンスですね。で、だからゲノムを決めたりですとか、デノボのゲノムを決めたりですとか、リシーケンスをしたりとか、そういうものに当たると思います。一方で我々が主眼としているトランスクリプトンっていうのは、どの転写物がどのくらい出ているのかっていうのがものすごく重要になってきます。で、これを測る方法として今までは qPCR ですとかマイクロアレイっていうのがもう本当に標準として使われてきたんですけれども、それですとターゲットしか見えない、マイクロアレイに載ってないものは絶対見えないし、 qPCR のプライマーを作ってないものは見えないです。じゃあ全部見ようとしたらどうしたらいいのかっていうと、やっぱりシーケンスベースになるわけですね。で、それを定量的に行うにはどうしたらいいのかっていうことを考えるわけです。で、定量シーケンスよく考えてみますと重要な点は2つあります。定量性と再現性で、同じ資料をシーケンスしたら同じ定量結果が得られないといけません、定量シーケンスは。ただ再現性が高いことと定量性が高いことは別問題です。PCR ベースでシーケンス、トランスクリプトーム解析をして再現性がこのぐらい高いですという論文いっぱいありますけれども、それは必ずしも定量性を証明したものではない、再現性を証明したものです。じゃあ定量性って何なのって考えると、絶対的な定量と相対的な定量ですね。マイクロアレイとかに代表されるものは相対的な定量ですけれども、何かと比較してどれだけ何倍です、何倍高い何倍低いっていうのが相対で、絶対定量っていうのは数、デジタルに数を出すというのが絶対的な定量になってきます。じゃあこれをシーケンスでやるっていう話になるわけですけれども、ちょっと PCR を考えてみたいと思います。全く同じ一つの遺伝子がコピー数が違って qPCR かけると大体こんな風になると思います。 CT 値がそれぞれ違う値で出てきますね。で、これをシーケンスのテンプレート調整で PCR かけたとします。どこで止めようかと、 PCR を延々とやり続けてもいいんですけど、あんまりやり続けてもしょうがないので、どっかで止めます。後ろの方で止めてやりますと、この緑色のコピー数のやつはこの辺に現れます、ピンク色のやつはこの辺にあります。ただ
それ以前にたくさんあったものっていうのはもう差し入ってます。だからここで数値の比較ができなくなります。じゃあもっと早く止めてやればいいじゃない。早く止めます。そうすると増えが全然増えてないものっていうのは元の数値に非常に近い状態なんですけれども、先に増えてくるっていうものは、増えてくるものはここの部分基本的に指数的に増えますので多さが強調されちゃうわけですね。そうするとここで定量性が失われてきます。で理想的には、まあ、この辺りでやればいいじゃないか。ただこれどうやって決めるんですかって話になるわけです。もうちょっとことは複雑でして、遺伝子によって、まあ、QPCR やったことある方は分かると思うんですけども、それぞれ傾きが違います。だからもともと同じコピー数であったとしても傾きが違いますから、あるサイクル数経た時点で出てくる数が変わってきます。そういう傾きの違うものがコピー数が違う状態で存在しますから、どっかで切ったとしてもここなんかも逆転してるんですけども、元の数を反映するとは言えないです。だから指数的にテンプレートを増やした時点で元の数をかなり反映しなくなっているということがもう前提になってくるということをちょっとご理解いただきたいと思います。じゃあちょっと概念的な話はこの辺にして、ヘリスコープについて簡単にご紹介します。ヘリスコープジェネティックアナリシスシステム、ヘリコス社が開発したボストンにある会社です。で、今もうパックバイオが一分シーケンサーとして発売してますので唯一ではなくなってますけれども、長い間2008年から今まで唯一市場で出回っている一分子シーケンサーでした。で、彼らはトゥルーシングルモレキュールシーケンシングテクノロジーって言ってますけれども、本当に一分子でシーケンスができるというものです。でこちらに簡単にこれフローセル25本のチャンネルが通ってますけれども、でこれが本体ですね。でこれ以外にでっかいサーバーと、あとサンプルをロードする、これにサンプルをロードするためのちっちゃい機械がついてきます。でこの辺のスペックに関してはホームページとかで見えますので、ヘリコス のページをご参照ください。でヘリスコープのシーケンシングケミストリー、ちょっとちっちゃくて恐縮なんですけれども、テンプレートをどう調整するかっていうところに非常に大きな利点があります。テンプレートを調整する方法っていうのは非常に簡単です。一本差の DNA の3ダッシュ末端にある一定の長さのポリエテールをつけて、その末端に DDATP でブロックしてやって、それ以上伸びなくする。それ以上何もしません。それで終わりです。そこまでやってしまったら、あとはフローセルの、チャンネルごとにサンプルをロードしてやって、ハイブリをして1時間ちょっとハイブリしますけれども、で ほぼ終わりです。でちょっと特殊なところが、ここのフィルアンドロックって書いてありますけれども、ちょっと絵ちっちゃいですね。フローセルの表面に50個、 T50 が生えてます。でそこに先ほどつけたポリエテールで、ポリ T と A でハイブリさせます。ただホモポリマー、ご存知の方はご存知だと思うんですが、ホモポリマー同士をハイブリさせますと、これ滑るんですね。こう同じ A と T でハイブリしますけど、これズルズルズル滑るんです。でこのままシーケンス始めますと、下手したら A ばっかり出てくるとか、そういうことになりますので、必ずどっかでアンカーしてやらないといけません。でそれをやるのがこのフィルアンドロックって言いまして、TDTP とそれからシーケンスで使う AGC のバーチャルターミネーター、これ傾向がついてるやつですを一緒に入れてやります。そうすると余分な A の部分に対して T を埋めてやったところに一番最初に出てくる塩基、それをバーチャルターミネーターで総合的なバーチャルターミネーターを取り込ませて、そこでターミネーションが起こります。でターミネーションが起こると同時にそこは必ず光ることになりますから、それで、初期の1動程をします。逆に言うと1ベース目が絶対読めないということになります。で、あとはシーケンスケミストリーですけれども、基本的にはイルミナの GA2 とかハイセクと同じです。シーケンスバイシンセスで、バーチャルターミネーターに、蛍光物質を、立体配座的にターミネーションが起こる部分がありまして、それによってターミネーションをして光らせてシグナルを検出すると。でその後に科学的にそれをクリーベージしてやって、それを繰り返すことによってシーケンスができます。
で特徴ですけれども一分シーケンサーですのでテンプレートが複数ないといけないということがないです。ですから PCR とか一切不要です。で PCR がいらないということで PCR のために必要な特異的な配列も全くいらないです。で先ほど言いましたようにタミナトランスフェラーゼでポリエテールをつけるというのはものすごく特異性の低いっていうか、テンプレートの配列に、ほぼ依存しないのでどんなテンプレートにもほぼ同等にテールをつけてくれます。で、PCR 使いませんのでテンプレートの長さ普通の次世代シーケンサーだとここからここまでって範囲が決められてると思うんですけどもあんまり気にしないです。1キロだろうか2キロだろうかロードできちゃいます。でシーケンス読めます。末端のそういう特徴があります。で一方で我々の掲示という技術紹介したいと思います。後でそれを組み合わせます。どういう技術かと言いますと転写開始点に必ず、メッセンジャー RNA のゴラシマッタンですねキャップ構造というのがついています。で、キャップ構造がついてないものというのはある程度分解してしまったものとかそういうものになります。でこのキャップを捕まえる技術キャップトラップ技術っていうのをうち の研究員ピエロ・カルニンチっていうのが開発しました。でそれだけだとシーケンスしにくいものですからそれをシーケンスするためにタイプ 2S もしくはタイプ3っていうちょっと特殊な制限酵素で認識したところからちょっと離れたところを切ってやります。それによって読みたいところだけをタグ化するということをやります。これを組み合わせたのが掲示です。で、アニメーション的に何が起こっているかっていうのをほんまに見たんかって言われたらちょっと困るんですが、紹介したいと思います。 RNA ここにキャップ構造があります。ここにランダムプライマーを放り込んでやります。で一定の温度にしてやりますとこいつらがほんまかいなっていうぐらい綺麗にアニリングしてくれます。ランダムですからどこにアニリングするか分かりません。でここで逆転射反応をしてやります。そうするとここに CDNA ができてくるわけですね。これはもう基本的なことですので皆さんご存知だと思います。でこの後特殊なことをやります。可溶素酸ナトリウムを入れてやりますとここにリボースがありましてここに水酸基が2本ついてるんですけれども可溶素酸ナトリウムによってここが、こう O を挟んで酸化された状態になります。で実はここだけじゃなくてここにもリボースありますのでここも酸化されています。そこにリオチンヒドラジドという化学物質を入れてやります。そうするとこのジオールを酸化した部分を特異的に化学的に反応が速やかに行われます。もちろんこちら側も反応してしまいます。で RNS1 をかけてやります。そうすると一本差の RNA だけ分解されますのでこの DNA が合成された部分の RNA が残ります。そうすると末端まで伸びたものだけがビオチン化された状態になります。そしてこのビオチン化された DNA RNA ハイブリッドを磁気ビーズですねアビジンの磁気ビーズで捕まえてやります。他のものは洗い流してやります。そしてよいしょアルカリ編成をしてやりまして、RNA を多少分解します。で CDNA も離れてきます。でこの RNA ちょっと鬱陶しいものですから RNS1 できれいにしてやります。こうしてできてきたのが、ケージの CDNA になります。でここが転写開始点になります。でこれを読むための苦労がここから始まります。イルミナで読むために例えばイルミナで読むためにはスペシフィックなリンカーが配列が必要ですのでまず末端に1本差の CDNA に対して2本差のリンカーをくっつけてあります。でここ N ですのでアンビリティが生じてますので熱変性で剥がしてやりましてビオチン化プライマーを改めて入れてやってで伸ばしてやります。でここで過剰なリンカーに対してもかえって複製が起こってしまいますのでこれをサイズ分割で除いてやります。そうするとビオチンのついたこういうものができてきます。そこでエコ P15-1 っていうこれタイプ3の制限酵素なんですが27ベース先を切ってくれます。そうするとここに2ベースの N が何らかの2ベースが突出します。でここにリンカーを再度くっつけてやります。もういい加減にしろというくらいめんどくさいんですけれどもでここにビオチンついてますのでもう一回ビオチンでキャプチャーしてやります。でここからどうしようかって悩むんですがもうめんどくさいので
ビーズについたまま PCR やっちゃいます。このまんま。そうすると PCR の液中にこういう増幅産物ができています。この増幅産物っていうのは両端にイルミナのシーケンスに必要なリンカー配列を持ったシーケンス E 型になってますので、これでシーケンスレディということになります。で、ここから読めば転写開始点が読めるわけですね。もうめんどくさいので聞き飽きたと思うんですが、これをやるための工程が、まだちょっと長いのでお付き合いください。プロテイネース系ですとか、シータブチンですとか、エタチンですとか、エンジンブリとかいろいろあります。もうちょっとで終わります。こんなものですね。ここでやっとイルミナシーケンスでできます。実際4サンプルを1人で14日間かかります。ワーキングデーです。やってらんないんです、実は。で、問題点、原理的にもう PCR かけてますんで、先ほど説明したように偏りが生じてます。それから実は連結反応というのも、このコヘジブ末端の配列によって好き嫌いが多少ありますので、そういう偏りも多少は発生します。それからタグ化してますから、本来1キロとか長かった CDNA が20数ベースになってますんで、 CDNA がものすごく少ないです。そういう問題もあります。あと、も実質的な問題として、スターティングマテリアルに50マイクログラムのトータル RNA が必要だと。こんなに誰が取るんだって話です。あと、まあ、全工程が非常に長くてですね、遠心分離とかとんでもなく大変ですし、で、最適化が、各工程の最適化がものすごく大変です。あと決定的に問題なのが QC ポイントが1個もない。だからできてるのかできてないのか分かんないというままシーケンスにかけることになります。で、やっと本題のヘリスコープとケージを組み合わせます。期待される効果としては PCR が不要ですので、配列や長さによって偏りが発生しません。それから連結反応も一切いりません。それから一分子シーケンスですので、テンプレートの量が非常に微量でも十分な配列データが得られます。あと異型調整がすごい簡単なので、あの調整工程を短縮化できます。実際にもう一回アニメーション早回しです。逆転写をして酸化をしてビオチン化します。このあたりまでは耐えられると思うんですが、RNS1 をかけて、でキャプチャーしていきます。で、先ほどアルカリでやってましたけれども、あの工程の煩雑さを減らすために RNSH で反応してやって CDNA を回収してやります。さあ、ここからが問題です。先ほどここからがえらい長かったんですけれども、やることとしては TDT でターミナルトランスフェラーズでポリエテールをつけてやります。 1回の反応です。 DDATP を放り込んでもう1回ターミナルトランスフェラーズを入れて終わりです。これでもうシーケンスレディになってます。で、さっきのとんでもなく長い工程あります。これを今単純に当てはめてみると、後ろの、まあ、これシーケンス E 型って書いてありますんで、後ろの工程が一気にここまでなくなります。その代わりに、QC を入れて、でポリエテリンとブロッキングですね、 DDADP で、やっとここまで短くなりました。でもまだ長い、どうしようかということで考えたのが、無駄な工程、遠心分離、液層分離一切排除してやろうと。で、この辺のなんか跳ねてるやつ、その辺のキャンディテートですね、いらない工程を一切省こうということで、でここで SPRI という方法が、まあ、ご存知の方はご存知かと思うんですが、磁気ビーズを使って核酸を生成する方法ですね、十数年前に開発されたんですが、今もあの製品化されてベックマンコルタから売られています。アージェンコートというところが開発しました。で、これ非常に簡便なのと、あとオートメーション化にもあの最適化されています。なのでオートメーションにも十分可能、使用可能ですし、排出することにも十分使えます。核酸溶液にスラリービーズのスラリーを入れてやって、ちょっとほっといてビーズを回収するともうそこにくっついてますから、あとは洗ってやって溶出するだけという方法です。これを先ほどのいらない工程と置き換えてあります。この辺の一切の工程が1個に置き換わります。これも置き換わります。遠心分離も置き換わります。もういらないところを徹底的に削ります。
で最後に最後に、できてくるのが、まあ、10ナノグラムとかそこら辺の CDNA の量なんですけれども、これナノドロップで測ると量が少なすぎてですね、ちょっと信頼性に欠けるもんですから、あと UV で測ると強雑物質が入ってきますので、これをちょっと変えてやります。オリグリーンという蛍光物質で測ります。一本差ですのでピコグリーンよりもオリグリーンの方が測定には適しています。で QC として中身をちょっとチェックしてやろうということで、リボソーマル RNA の5ダッシュ末端とそれからアクチンベータの5ダッシュ末端の QPCR のプライマーセットを用意してやって、できてきた CDNA の QC を取ってやります。これをここに入れてやります。でこれが終わった後にポリエテーリングをしてブロッキングをしてシーケンスレディになってテレスコープでシーケンスするという工程になります。非常に短くなりました。で各工程でこんだけ短いですので反応の最適化が、手術の最適化ができます。でもともと50マイクログラムのトータル RNA って誰が取るんだっていうような量が必要だったんですけども、これを頑張って1から5マイクログラムまで減らしました。で実のところもうちょっと頑張って100ナノグラムからできます。でさらにこのビオチン化反応っていうのとこのキャプトラックっていうのが非常にクリティカルなところなので、反応の最適化、補足量の最適化を行って、なぜか入ってくるリボゾームタグですね、まあ、90何パーセントリボゾームですのでどうしても入ってきちゃうんですけども、これを徹底的に減らしました。でここでちょっと言っときたいんですが、室温反応とかオーバーナイト反応なんていういい加減な反応は全て排除します。室温だったら室温何度か、23度なら23度と固定します。オーバーナイトだったら何時間、8時間なら8時間という、きちんとした条件を徹底的に固定してやりました。で得られた結果です。これトリプリケートのリプロデュース、再現性を取ってます。0.987 とか989とかそのあたり、まあ、大体何をやっても大体 0.98 から 0.99 ぐらいの相関係数が出てきます。あ と,、平均差長ですね、シーケンスの得られるのが、まあ、大体、ヘルスコープの標準的なアウトプットの33ベースあたりにきちんと来てきます。で THP1 というセルラインとヒーラーのセルラインを使って、転写開始部位をマッピングしてやると、まあ、半分以上はきちんと取れてくる。でどうしてもリボソーム RNA に入ってきますけれども、今大体もうこれ 10% 切ってると思います。で先ほど言いました出発量を変えた場合どうなるのかっていう、5マイクログラムから順々に減らしていきました。1、500、200、100とで相関係数取ってますけれども、一番小さい5マイクログラムと100ナノグラムの間の相関係数見ても 0.927 とかそのぐらいの値が出てますので、非常に相関係数高い値が出てます。でこれ、5マイクログラムの場合と200ナノグラムの場合の、遺伝子、転写開始部位5個以上出てるものですねを調べてみたんですけれども、まあ、基本的に5マイクログラムの方が多数出ますが、200ナノグラムからのこの8000いくつという転写開始部位がきちんとマッピングされています。でこれ、以前我々 4x4 を使って、先ほどの一番最初にご紹介したんです、非常に面倒くさい工程を 4x4 でやってたんですけれども、それと の再現性の比較です。ヘリスコープがブルーです、 4x4 赤です。まあ、大体もうご想像のにお任せしますが、この広がりも全然違うことがわかります。で、転写開始部位調べるのに、その遺伝子の発現の変動っていうのがを調べるのが非常に重要になってくるんですけれども、そのフォールドチェンジを実際調べてみる見てみました。で比較対象としてマイクロアレイ使ってます。でマイクロアレイとの比較対象で、まあ、これぐらい非常にフォールドチェンジのコリレーションが 0.871 と、マイクロアレイの結果を非常に高く再現するということが言えます。で、マイクロアレイと比較してみましたところ、ヘリスコープの方がマイクロアレイに現れない3500いくつの遺伝、転写開始部位まで検出しています。一方でマイクロアレイでしか460マイクロアレイでしか出てこないのが465個あったんですけれども、これはまあ多分ディファルトプロモーター、違うプロモーターですとか、それからクロスハイブリダイゼーションによるものだろうと推測しています。で、人によってはデファクトスタンダードという人もいますが、 QRT-PCR との比較もしています。ヘリスコープケージ 4x4 マイクロアレイで、マイクロアレイと QPCR のコリレーション 0.58 ぐらいなんですね。
まあ、あのかなり QPCR ですので数限られますけれども、で 4x4 を見ても、まあ、0.57 結構いいじゃないかと思うんですが、ヘリスコープケージと見てやりますと 0.68 という値が出てきます。これどこまで突き詰めればいいのって話になってきて、 QPCR はチャンピオンなのっていう疑いも出てくるんですが、まあ、他の方法との比較を見てもヘリスコープケージのその発現解析っていうのは非常に QPCR ともマイクロアレイとも相関が高いということが言えます。で、例えばヒーラと THP1 のセルラインで特異的にそれぞれ出ている遺伝子っていうのを見ても、これ量を変えてやっても大体もう得られるものと一緒なんですね。であと、まあ、せっかく転写回視点見てますので、転写回視点どんなふうに分布してるのかっていうのを見てみますと、 CPG とタータボックスでその転写回視点 の、 あのブロードかシャープかっていうのは結構決まってくるんですが、以前からこれ知られてたんですが、ただタータボックスの場合非常にシャープなピークが出てきます。 CPG の場合以前こうブロードニングしてるっていう話をしてたんですが、実はタータとこう混在してる場合もあるもんで、このシャープな部分とブロードニングしてる部分って両方見えてきます。でこれ一例ですけれども、ヒーラでここタータでシャープな発現が出て、 CPG ではあまり出てないんですけれども、THP1 になりますとタータボックスのこのシャープな発現プラスこのブロードニングっていうのを両方出てきてます。セルライン違うだけでこれだけの差が現れるということです。あとですね、ケージですので転写回収部しか見えないはずなんですが、どうしてもエクソンペインティングが起こってしまいます。で、なんでかっていうことをちょっと調べてるんですが、あともう一つアンチセンスがやたらと出てくるんですね。で、そのエクソンペインティングとアンチセンスどっかにアーティファクトないかということで、一応このアクチノマイシン D っていうのを入れますと変なあの逆転写起こらなくなりますので、これで押さえてやりますと、ここにアクチノマイシン D を入れたことによって消えてしまったやあのアンチセンスがあります。で、これ、どこに起こるかっていうのをよく見ますとエクソンでよく起こるんですね。ということはその転写物に対して逆転写を起こしたときに、逆転写した後にターンバックを起こしているということが疑われます。アクチノマイシン D 入れるとこのターンバックが起こらなくなりますので、それによってアンチセンスが消えると。で、ヘリスコープケージのデータに関する要注意な部分というのがあります。これあのウェット側からしか出せないことですので、あのもし解析する場合には注意していただきたいんですが、あのまず先ほども言いましたように第一塩基はフィルアンドロックのために必ず読めません。で、その逆に逆転写酵素というのはその性質上ターミナルトランスペラーゼ活性がちょっとあります。ですので CDNA の RNA の末端に到達してから1ベースもしくは2ベースもしくは3ベースぐらいですね、 C が好きなんですね。 C をつけてしまいます。で、大体1な6割7割1ベースつけるんですが、それ以上つけちゃう場合もあります。なのでそこにあの情報上処理する場合にそこに注意が必要。あとヘリスコープの解析側でフィルターをかましてます。ヘリスコープは CTAG の、 あのサイクルでシーケンスしていきますので、 CTAG がずっと連なっているということはずっと光り続けているということでゴミと認識されます。で、そういうものを除いたり、あと AAGGCCTT とかこう2塩基がずんずんつながるようなものもチェックしています。あと、異常に短いもの長いものっていうのはあの意図的に排除しています。長いものっていうのはずっと光り続けてゴミの可能性が非常に高いです。それからリード中のホームポリマーについてもあのデフォルトではトリミングかかるようになっているんですが、今回我々ファントム5っていうプロジェクトやってますけれども、そちらはちょっとオフってあります。で、先ほど言いましたようにエクソンペインピンティングがどうしても起こってしまう。それからアートファクトのアンチセンスがある程度含まれてきます。これ先ほど言いましたアクチノマイシン D 入れてやると ある程度防げるんですけれども、収量が CDNA の収量がガクンと減りまして、ちょっと使用に耐えないものですから、今回はちょっとあの適用を見合わせています。で、潜在的な問題点としてチャンネル、まあ、非常に均一なんですが、どうしても一番端っこっていうのは物理的に弱いんですね。なのでこれ一番端っこであのシーケンスが失敗する可能性があります。それからど真ん中の13チャンネルっていうのがあの溶液を反応液をこう通す時の入り口と出口の直下にあるものですから、そこがちょっと泡をかみやすいという問題があります。まあ、あとは雰囲気の室温が大きく変動すると一分子見てますので物理的にこう膨張によって焦点が狂いやすいので、それであの
温度が変動するとデータに狂いが生じるということがあります。で最後にハイスループットについてちょっと簡単にご紹介します。先ほどワンチューブでできるようにしたんですけれども、まあ、6サンプルを7日間でできるようにしました。うちヘリスコープが4台あるんですから、192サンプルワンランしている間に調整してくれと言われるわけです。で、32人寄ってたかってか、かかれば7日で終わります。逆に1人でやると134日かかっちゃいます。ちなみに今まで昔のゲージは4サンプルを14日間かかってましたので、192サンプル調整しようとすると48人寄ってたかって14日間かかります。1人でやると672日かかります。もうこの時点で終わってます。で、まあ、頑張ってハイスループとかしました。最終ゴールとしては自動化システムもこれ実はできてるんですけれども、これを構築するということでマイルストーンとしてマニュアルでハイスループとかしました。どうやってやるかというと、8連の、マルチピペットありますよね。あれを基本動作に取り入れました。全ての反応を8連チューブでやります。8連のマルチピペッターで全ての反応をやります。で、あとインキュベーションブロックですとかマグネットプレートっていうのは、まあ、96L 用のがありますのでそれを利用します。で、まあ、さらっと流しますが、出来上がったプロトコルバージョン 3. いくつっていうのがあります。8連の PCR ストリップを2連で合計16サンプルを1人で7日間で調整することができるようになりました。で、これ頑張りますと12人いれば7日でできます。1人だとちょっと54日かかっちゃいますので、ちょっとまあ人数を揃える必要があります。ということで、長々とお話ししましたがまとめさせていただきます。ケージ法をヘリスコープシーケンサーに適用しまして、定量性の高い、また再現性の高い転写開始点解析法を開発しました。で、大幅に改良して簡便かつ再現性の良い調整法にしました。で、大規模プロジェクトに備えてシーケンサーのスループットに応えるためのハイスループット化を成功させました。で、実はここにはちょっと載せてないんですけれども、ハイスループット化したマニュアル調整をベースに自動化システムも開発しております。ということで最後にアクノリジメントです。私9ヶ月ほどボストンに行ってまして、ヘリコスの方々に随分お世話になりました。あとは、まあ、理研の OAC の、メンバーですね。あと理研のベンチャーのダナホームの方にも随分お世話になっています。はい、以上、ご清聴ありがとうございました。以上です。